よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。あなたって気持ち悪い言い方ね。第一、私のことがわからないって、今はそんな冗談言ってる場合じゃないのよ。って、嘘。もしかして本当にわかってないの？孫君ってば、どうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？自分が孫悟空だってことはわかるのよね。あんたに決まってるじゃない。っていうか、何なのよその変な口調は。ほら、これが証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からすると、あんた本当に孫君じゃないの？でも見た目は間違いなく孫君だし、もしかして記憶喪失？ああ、もうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんたはまさか。16号なの？ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて、一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで、何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時、直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号だ。え？孫悟空にリンクしているものに、孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。抵抗するというなら力ずくでも連れていく。孫君、状況はよくわかんないけど、さっさと16号をやっつけちゃってよ。まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。どうすればいいのよ。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。安心しろ。殺すわけにはいかないからな。危ない。
お前の才能は本物のようだ。ならばどちらも手は抜かない。リンクして間もないというのになかなかやるな。こんにちはブルマさん、ご馳走をいただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているね。また会おう。行っちゃった。何がどうなってるわけ。さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ。僕の目はごまかせないぞ。え、どういうこと。この人は孫君じゃないっていうの。おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっとあんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ、おめえ誰だ。それにここどこだ。変だな、体が動かねえ。おら、どうしちまったんだ。なあ、おめえなんか知らねえか。もしわかんなら教えてくれ。え、おめえがおらの体に入ってるって。
それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ。失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん。ふーんじゃないでしょ、地球のピンチなのよ。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早く美味しい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえこの波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの木が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？自力で体を動かすことはできますか？それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見るとやはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウィスさんに聞こえてねんか。ウィスさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ。決まってるだろう、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り悟空さんはずっとこのままでしょうね。
そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って。今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。となると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ。おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで私たちに協力してね。よろしく。いきなり孫君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。
またいつ襲ってくるかもわからないし、孫君の中にいるあんたも頑張ってよね。そうそう、孫君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められた孫君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えば、いつもの孫君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい！ん？ほら、急に出てこれるようになったぞ。状態じゃ戦うのは無理みてえだ。中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえんか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。忘れてたぞ。忘れてたって、孫君らしいわね。それじゃあ、孫君の体の中にいる誰かさん、とにかく今の状況だと、
んたには孫君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつ、みんなを助けに行くわよ。だいぶ弱ってっけんど、誰かの木を見つけたぞ。この木は、クリリンだ。早速助けに行くぞ。
つけた、クリリンだ。あいつクローンか。やべ、クリリンを狙ってる。早く助けねえと。やってみてくれ。おりゃ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 おかっやっおかっやっおりゃおかっおりゃ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 。悟空じゃないか。あれ、ここはどこだ。ブルマさんの飛行機。確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがして。ダメだ、そこから先は思い出せない。 もしかして悟空が助けてくれたのか。ヘヘ、まだ。そっか、いつもありがとな。なんて言って。オラだってやべえときはいつもクリリンから全然もらってんだろ。悟空、さすがの俺もちょっと傷つくぜ。ところで全く覚えてないんだけど、俺は誰にやられたんだ。クリリン、よく聞いてね。今いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、俺たちの敵っていうのが。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。俺も一緒に戦うぜな、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った。今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃー、すっかり忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけんど、オラも一人じゃまともに叩けねえし。え、それじゃあ俺は戦えないってことなんですか。思いつく方法はあるけど、孫君の中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた、孫君からクリリンに移動することはできない。悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか。いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。ん？オラの中からいなくなっちまったぞ。うわっ！俺の中に知らないやつが。やった！リンクする相手が変わったわ。
これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間ほら何にもできねえっちゅうことか。リンクできる人は一人だもの、当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ。孫君の負担だって減るじゃない。確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。元々オラが自分で戦っていたわけじゃねえし、自分で戦えるようになるまで精神修行っていうやつをすりゃいいしな。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。Nice! Fight! Go! Ready?
俺だけ戦えりゃ十分だ。なあ、俺の体に兵ってるおめえ、なかなかやるもんだな。ふぅ、カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が強いんだろ。それはそうなんだけどさ、そうはっきり言われると傷つくぜ。ハハハ、悪い悪い。なっ、クリリン、どっかでものすげえ気を感じねえか。本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど似てんな。けんどよ、セルの木は感じんのに戦ってる相手の木は感じねえぞ。相手の気を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから気がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ、どういう状況なんだ。この野郎、よくも俺の嫁さんを。消えた。かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえ本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度戦えてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、セルの相手はオラがすっから、おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない、悟空。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、セル絶対に許さない。ふっ、しらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だか分かりませんが18号さんのことをお願いします。
セルを倒してくるんで。私を倒すだと？18号以下の力しかないお前が。やめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃねえ。おめえさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と強気だな。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。されてさえいなければセル、とどめだ。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？太陽拳！逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。18号さん、大丈夫ですか？多分、気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、18号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとてもお強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？あ、もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまでは分かりませんが。もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、
私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも途中でセルと遭遇して、18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そんでおめえは軍を辞めようとしたら襲われたっちゅうことか。お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかは分かりますよね。できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所は分からないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なので家に帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。
って。Counter! Counter! 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 Coun